ラフラボーラフッと一問バイアニマルでした。お願いいたします。こちらお願いします。こちらのコーナーはですね、ゲストさんに一問一答でお答えいただいた後に、その中からいろんな気になったことを深掘っていこうかなというコーナーとなっております。ということで、今回のゲストはイラストレーターのゆかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速一問一答いきたいんですけども、ご準備よろしいでしょうか。はいはい、大丈夫ですか。はい、僕もね、噛まないように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで質問していきたいと思います。ラフッと一問一答スタート。制作時に苦労したことは何ですか。はい、自分が得意じゃないテーマを制作するのにちょっと大変でした。一押しの作品は何ですか。そうですね、あの超超えるです。趣味や気晴らしは何ですか。あまりないんですが、強いて言えば旅行です。はい、最近ハマっているものとか、最近ハマっていることは何ですか。あまり行けてませんが、サウナで。続いての質問です。日常生活で大切にしていることは。はい、作品のヒントを探すことです。はい、はい、次です。職業病的なことは何ですか。そうですね、あの配色が気になるところです。今後チャレンジしたいことは何ですか。はい、海外に向けての活動をしてみたいなと思います。自分にとって制作とは。自分に向き合うことだと思います。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では早速深掘りということで、いろいろお話を聞いていきたいんですけれども、はい、いただきましたご質問の中からご回答ですね、中から聞いてきます。制作時に苦労したことってところで、はい、得意じゃないテーマっていうのがあったんですけど、はい、得意じゃないテーマってそもそもどんなテーマなんですか。そうですね、なんかこう楽しい感じとか、ちょっと優しい感じのテーマの作品があまり、はい、マジですか。あまり得意じゃないな。ゆかさんってこう見た目だと優しくて、そういうなんていうんですかね、こうダークネスな部分というのはあんま感じれないんですけど、まあ、ダークなのかな、わかんないんですけど、そう、なんかこうほんわりしたような 作品に関しては、はい、ものすごい得意じゃないですか。頑張って書いてみたいな。そうなんですね。そうなんですね。そう、ものすごい苦しんで書いてみたいな。じゃああれですよね、作品の紹介とかさせてもらった時も出てた、あの優しい感じのオンとか、はい、作品あるじゃないですか。はい、愛とかも結構難産だったんですか。そうですね、あと喜ぶっていう木とかもかなり難産で、はい、こうあのピンクとかそういう可愛らしい、うん、あの下地の段階では使ったりよくするんですけど、はい、なんかこう仕上がりがピンクっぽい可愛らしい色とかはあんまりないので、あの作品結構本来3層だけどもうちょっと重ねてたやつでしたっけ。そうですね、もう多分5層ぐらい行っちゃって、それはもう海の苦しみがもうすごくて、なるほどなるほど、納得いかないみたいな。なるほど、ちゃう、これちゃうって言いながら5層になっちゃったみたいな。そうなんです。ああ、そうなんですね、面白いですね。次のですね、一押しの作品は超超える、はい、またはまあスーパーですね、呼んでもいいんじゃないですか。スーパーでこちらどういうとこが一押しですか。そうですね、こちらはあのどういうテーマで描くかっていうのは自分の中ではっきりしてたんですけど、ただ形にはなんかすぐにはならなくて、結構こうそれをテーマを形に落とし込むのに時間がかかったんですが、最終的には結構こうなんだろう、テーマに沿った感じが一番出たかなっていう作品だったので一押しにしてみました。なるほど。これって飾る場所とか飾ってほしい空間、はい、空間といいますか、そういうのあったりします。はい、そうですね、 なんかこうこの場所っていうのは特にないんですけど、うんうん、結構そのポジティブな、なんかこう元気が出る感じのなんか、うんうん、ちょっと力強さみたいなイメージなの で、ね、そういうパワーを欲している方が飾っていただけると嬉しいな。オフィスとか、なんか自宅の事務所というか作業部屋とか、そういうところがいいかもしれないですね。はい、何でも乗り越えられそうですもんね。そういうイメージです。ありがとうございます。じゃあ次なんですけれども、最近ハマっていること、もの、サウナ。はい、そうですね、ちょっとあの制作の時は結構行ってたんですけど。制作の時に行くんですね。
制作の時に出てくる。煮詰まってたのかなみたいな。で体を一回煮詰めてで出して出してみたいな。なるほど。そう、最近はちょっとそんなに。あ、そうなんですね。なんですけど、でもまあたまに行くので、うんうん、一応はい。へえ、おすすめの場所とかあるんですか？全然アート関係ないですけど。そうですね。私はなんか基本的になんかそのプライベートサウナみたいなところが。でもね、ちょっとそんなあんまり気軽に行けないので、うん、本当たまに。たまに息抜きじゃない。なるんですけど。なるほど。はい。だそうですよね。サウナ。おすすめです。僕も整いたいユーザーなんで、まだなかなか行けてないんですけれども、はい、じゃあちょっと次ですね。次は、日常生活で大切にしていることが、ヒントを探し歩くというか、探して意識して生活するって感じですかね。そうですね。はい。これは、ま、普段は、ぼーっとしてるんであれなんですけど、ぼーっと生きてるんであれなんですけど、制作の、ね、このスイッチが入ったそのモードになって、うん、過ごしている時とかは例えばこう近所にいつものスーパーとかに買い物に行く時でもなんかこう出かけながらもなんかこうキョロキョロして、あ、なんかこう普段見ないところをこう、あ、ここのマンホールはこんな模様だったんだとか、物の形とか、何かしらなんかこう作品に生きたりする、うんうんうん、なんか形ないかなとかヒントないかなとかを思いながら歩いていくっていう、歩いたり日常を過ごす。なるほど。なんか職業病的なところでもありましたけど、配色とか気にしてとかも含まれてするんですかね。やっぱ歩いててこの空間の配色とか、なんかお店とか行くと、おしゃれのお店とか行くと勉強になりますよね。そうですね。あ、このなんか配置とか、そう、自分にはこうないものとか結構刺激を受けますね。うんうんうん、なんかおすすめ、もうそれこそスーパーとかでもいいんですか。なんかおすすめの、はい、歩く場所じゃないですけど、こういうところだと結構いろんな情報量得れるなみたいなところだったりしたら、そういう場所あるんですか。あ、そうですね。でも私多分本当になんか変なところとかを多分見て歩いてるので。変なところ、いや気になってしょうがない。どこっすか。変なところってどこ。なんかこう変な、なんかこう電気のなんか配線とかなんかボコボコしてるところとかなんか覗いて見たりとか、なんかこう皆さんが多分あ素敵っていう喜ぶポイントとちょっとずれてるかもしれないので、ちょっとおすすめじゃないか。そこを見て結構喜ぶてか、あってなったりするんですか。で、なんかこの形なんか面白いなとか。はいはい。じゃあインダストリアル的な、なんていうんですかね、工場地帯とかそういうところとかは結構、はい、なんかこうヒントとかね、形とかはなんかあるかもしれない、あるかもしれないとか思います、ね。へえ、じゃあなんかお店側としては見てもらいたくないようなところをちょっと覗いてみたりするってことですか。多分なんか変なところを。やば。いや何あの人怖いんだけどとか言われてますよ。多分不審者ですよ。怖。皆さんちょっと不審者にならないように気をつけないといけないですね。そこはすいません、おすすめはちょっと加減が大事っていうのもありますよね。でもやっぱね、いい作品を生むためにはそういう探求心は大事ですもんね。そうですね。そのモードの時はちょっとそういう不審者になってるかと思います。怖っ。隣でキョロキョロして不審者っぽい人がいたら、もしかしたらゆかさんの私です。その場合ちょっと声かけてあげてください。お願いします。ラフラボ見ましたよ、今制作中なんですかと声かけてもらえば、はぁって実はみたいな。そうなんです、情報を探すたびに出てますみたいな、出ますみたいな。なるほどね、はい。ちょっと今後チャレンジしたいことっていうので海外に向けて、はい、そうですね、いいっすね、目標みたいなところもあると思うんですけど、はい、なんか実際に動いたりしてるんですか。まだ具体的には全然やってないんですけれども、なんかちょっとね、コロナもだんだんちょっと、あ、そうっすよね、ね、海外も少しずつなんか行ける感じも出てきたので、うんうん、ちょっと具体的なのをなんか考えていきたいなという段階ですかね。なるほど。それに向けてまだ考えている最中ですか、それとも これをした方がいいんじゃないのとかちょっと思ったり、周りの人からお話とか聞いて、うん、あ、こういうのもあんだっていう情報とかあったりするんですか。そうですね、もう本当になんか結構どういう作品で世界に向けてなんか発信したいのかなみたいな、ちょっと自分はどういう
のがいいんだろうっていう、ちょっとベースの部分から今あもう一度考えてる感じですかね。詰め直して自分を見直す時間っていうか、わ超大切ですよね、自分を見直す時間って、うん、なるほど。でも確かに常にあれですよね、アーティストさんって自分を見つめ直してるっていうか対話してるイメージありますしね。はい、多分そういう感じ。それをよりフォーカス当てて突き詰めてるってことですよね、はい、ちょっと期待してますよ海外進出、ね、したいんですけど。でもまずっていうかあれですよね、ネット上ではもう世界に発信できてますからね。そうですね、そこもうまいことを絡めたいですもんね。そうですね、そういうのも含めつつ、なんか昔に一度だけニューヨークでなんか企画展に参加した時に、うん、とってもなんかこう国内で見ていただくのとまた反響が全然違ったので。あ、リアクションがとか。そうですね、そうですね、おっしゃってました、僕も聞いたことあるんですけど、なんか気になんか日本でいいねこれかっこいいとかいいねとか評判が良かった作品と、そのニューヨークでやられた時との、はい、そのあこの作品いいねって言ったリアクションの差が全然あって。そうですね、ってお話になりましたもんね。賛否逆みたいな感じだったので、それも面白いなと思って、ちょっとそういうのも含めてちょっと考えてどういう作品がいいかなみたいな。なるほど、ちょっと交互期待ということで楽しみにしております。はい、いろいろ聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストはイラストレーターのゆかさんでした。ありがとうございます。それでは次回もラフラボ見てください。高評価チャンネル登録もお願いいたします。それではバイバイ。